手でお迎えください。山本舞香さん、広田良平さん、久松郁美さん、田畑智子さん、そして上田敦史監督です。大きな拍手でお迎えください。声もかけちゃっていいんじゃないか。そうだな、声もかけちゃっていいんじゃないか。今は自由だぞ。そうだ、今は自由だ。素晴らしい、ありがとうございます。改めまして大きな拍手でお迎えください。はい、素敵な空気ですね、ありがとうございます。さあ、それではですね、皆様に一言ずつご挨拶をお願いしたいと思います。ではまず主人公のミクを演じました山本さんからよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、山本舞香です。今日は来てくれてありがとうございます。短い間ですがよろしくお願いします。ありがとうございます、よろしくお願いいたします。続きまして、ミクの後輩レンを演じました広田さん、お願いいたします。はい、レン役の広田良平です。今日は皆さんお越しくださってありがとうございます。学生限定ということで、なんか同世代の人が多いので、なんか違う緊張があるんで、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、続きまして、合唱部副部長ルカを演じました久松さん、お願いいたします。はい、三月ルカ役を演じさせていただきました久松郁美です。今日は皆さんに楽しんでいてもらえるように、ね、トーク頑張りますよね。頑張るのでぜひぜひ楽しんでてください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、合唱部顧問芽衣子先生です。田畑さん、お願いいたします。はい、こんばんは、田畑智子です。今回は合唱部の顧問の先生という役を仰せつかりました。指揮を振るのは初めてだったんですが、これから皆さんに見ていただくことができると思って、どんな感想をいただけるかすごく楽しみですが、みんな精一杯力を込めて作った作品ですので、ぜひ今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では最後に上田監督、お願いいたします。はい、皆さんお越しいただきましてありがとうございます。監督しました上田と申します。そうですね、本当にまだ、スクリーンで見ていただいている方がほとんどいないという、まあ、映画祭でだけしかまだ上映してない作品ですので、ぜひ今日楽しんで見ていただいて、楽しかったら楽しかったといろんなところでつぶやいていただければありがたいなと思っております。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、ではマスコミの皆様、スチールの皆様、後ほどフォトセッションタイムを設けておりますので、ここからフラッシュの撮影はお控えいただきたいということでございます。後ほどまた合図させていただきます。ご協力ありがとうございます。素敵です、ありがとうございます。さあ、ではまずお話をお伺いする前に、今日会場に来られているお客様にお尋ねします。桜の雨を聞いたことがあるぞ、桜の雨を卒業式や先輩を送る会などで歌ったことがあるぞというお客様、ぜひ拍手をお願いします。ありがとうございます。そうですか、ありがとうございます。山本さん、はい、今回ね、お集まりいただきました。この同世代のお客様、こんなにも大勢の方がね、桜の雨聞いたり歌ったことがあるってことですけど、いかがですか。なんか思ったより少ないですね。あら、ちょ、拍手足りなかったんじゃないの。そうだね、そういうことだ。これが本当だね。ありがとうございます。これが本当です。はい、どうでしょう。すごい嬉しいですね。そうですね、なんか私もこの作品が決まるまで聞いたことがなかったので、ないんです。なかったんですけど、そのどう、先輩だったりとかいろんな方は知ってたので、はい、いや、こんだけ皆さんが知ってくださってるのはすごく嬉しいなと思います。そうですよね、はい、しかも山本さんは今回が映画 初主演ということですけれども、率直にご感想などいかがですか。初主演ですよ。いや、すっごいプレッシャーでした。うん、でもまだまだなんか未熟なんですけど、私にすごいそうやって主演を任せていただけるなんてすごく光栄だなと思ったし、一生懸命精一杯頑張りたいなというふうに決まった時は思いました。はい、後ほどね、ご覧になれますから皆様ぜひ楽しみにしててください。
さあ今回同世代 の, このフレッシュな顔ぶれ揃ったと思うんですけれども、山本さん、その撮影現場の雰囲気なんかはいかがだったんですか？いやー、すごい仲良かったね。ね、いや、なんかすごいね、さっきの控え室でめっちゃテンション高かったのに。いや、ちょっと緊張しますよね、やっぱ、うん、すごい、うん、そうですよね、まあ、仲いいんですよ、本当に、うん、浅香さん含めて、三浦透子ちゃんも含めて、はい、うん、すごく仲いいですし、それが出てるんじゃないですかね、うん、作品の中にも合唱のシーンだったりとか、はい、まあ、ぶつかるシーンももちろんあるんですけど、はい、うん、すごくそういうのは画面に出てると思います。うん、はい、どうですか、山本さん、こう言ってますけど、広田君は どうだった、撮影現場。いや、現場は本当楽しかったですよ。うん、なんで笑うのいや、でも本当にみんな一個違いとか年齢の方が本当に学生、うん、なんだよ、合唱部員の人も多くて、ずっと現場は和気あいあいとやってたんじゃないかなって思います。うん、はい、今ね、広田君からもありましたけど、合唱のシーンありますけれども、はい、今回の見どころの、ね、大きな一つでもありますが、とても感動する素晴らしい合唱になっております。すごい練習されたんじゃないですか、山本さん、どうでした？どのくらいしたんですか？ 2ヶ月くらい。2ヶ月ぐらいですかね。結構してました、ね、はい、そう、私はドラマと縫ってたので、 あんまり出れてなかったんですけど、出れない、久しぶりにそのリハーサルに行った時も、うん、その生徒のみんなだったりとか、そのいろんな先生だったりとかが、もうここはこうやって歌ってで、うん、っていう風に、そんな感じで、もう助け合いの精神で、うんうん、あ、ごめん、よそ見してた。金髪じゃないや、緊張してる。緊張しますよね、これね。あの、完全によそ見してる。はい、そうですね。監督、ダメですよ、はい、初主演で緊張してるヒロインをよそ見するなんて。また手が震えるかも。めっちゃ緊張してる。緊張しますよね。去年の桜の花びらが舞う頃、私はこの曲に出会った。内気な高校生ミクが入部したのは小さな町の合唱部。合唱部楽しい？もっと自分の気持ち外に出してもいいと思うよ。すいません。その気持ちの名前もまだ知らない。じゃあ自由曲の提出期限そろそろだから早めに決めないとね。先輩のお母さんに桜の雨聞かせてあげたいですね。私も歌いたい。もうやめ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 、時間ないんだよ、分かってるよね。今度のコンクール後悔残したくないんだよね。最後だから。先輩、俺合唱部やめようと思って。正直金賞とかどうでもいいんです。私さ、合唱部のために何もできてないんだ。ミク見てるとイライラする。みんなの音がバラバラに聞こえる。ちょっと待ってよ。このままでいいのかな。私は嫌だよ。桜の雨、歌おうよ。教室の窓から桜の雨。合唱部好きなんだよ。みんなで楽しく歌うの大好きなんだよ。そういうことでしか得られない大事なものもきっとあると思うから。奇跡を起こす。桜の雨。